新潟県北東部の関川村では毎年8月ユニークなお祭りが行われる。巨大な蛇がうねうねと街道を練り歩くのだ。大蛇は水害を引き起こしたとされる村の伝説がモデル。また1967年に多くの村民が亡くなった羽越水害の教訓を忘れないために始まった。そのため水害が起こった8月28日に合わせて大蛇の長さは 82.8 メートル。各パーツは村の特産品米の稲わらと竹でできており、村内54の集落がそれぞれ一つずつ製作、祭りの前に連結させる。村全体で取り組むことで災害に対して結束力を高めるという狙いがある。50数年経った今も祭りを通して水害ということは恐ろしい、だけれどもみんなで力を合わせて、まあ、なんとか克服するんだと、こうできたという、まあ、自信、そういったことを語り継いでいく必要があるかなというふうに思っております。この日が来たぞ。また人口の減少とともに担ぎ手が不足していたが、国際ボランティア学生協会に呼びかけ、全国から100人もの学生が参加。村の外との交流も広がっている。各地で災害が絶えない日本、自然の猛威を伝え人々の結束力を高めるお祭りは、小さな村の大きな財産だ。